3月19日火曜日、全国の天気をお伝えします。各地で寒さが継続します。西日本から中部地方にかけては雲が広がりやすく、雨の降ることがあります。お出かけの際、雨が降っていなくても折りたたみ傘などがあると安心です。また北陸から東北地方にかけては夕方以降、雨や雪が降り出し、雷や突風、あられを伴って一時的に強まる恐れもあるため注意が必要です。また北海道も日本海側ほど雪が降りやすく、主に午前中雪が強まり、急な積雪の増加や視界不良に注意が必要となります。一方、関東地方は雲が多めながらも隙間から日差しが届くこともありそうです。ただ全国的に気温は10度前後といった寒さが継続します。服装で上手に調節をしてください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。